オプロートは、ウクライナで開発された戦車である。国産戦車 T-84U に、西側仕様の砲塔を搭載した発展型。ウクライナ軍で主力戦車として運用されている。名称は、ウクライナ語で、砦のこと。T-84U の発展型であることから、T-84U オプロートとも呼ばれる。また、戦闘車両を意味する。 BM をつけて BM オプロートとも呼ばれることもある。なお、ウクライナでは T-84 有料産型の正式採用に伴い、このシリーズにオプロートという正式名称を与えた。したがって、それ以前に製造されていた T-84 初期型についてもオプロートという名称が用いられている。しかし、一方でそれら後付けで、 オプロートと呼ばれるようになった初期型は、あくまで T-84 と呼ぶことも少なからずある。名称については相当の混乱が見られ、エンジンを省きほぼ T-84 仕様となった T-80UD 後期型も T-84 と呼ぶことがある。T-84 から120の名称をオプロートとするものもある。この項では、 混乱を避けるため T-80UD 仕様のエンジンを搭載した車両は T-80UD、T-84 仕様のエンジンを搭載した、T-84 初期型は T-84、防御装備などを刷新した、T-84 u 初期型は T-84U、T-84 優良産型は、オプロート、 その 120mm 砲搭載型 T-84 から120はヤタハーンと呼ぶ。初装備がヤタハーン仕様であっても 120mm 砲を搭載しないものについてはオプロートとする。また、公式ページでオプロートと記述されているものについてもその使用遺憾にかかわらずオプロートと呼ぶこととする。大記念春機械製造設計局は その70年以上に及ぶ戦車設計の経験を活かし主力戦車オプロートを生み出した。オプロートは1990年代に製造された T-84 の発展型として設計され、車体の基本構成はソ連時代に KHKBM で設計された T-64T-80UD のそれを踏襲していた。一方、 それまでのウクライナ戦車と大きく異なる点となったのが、砲塔で、同国製の戦車としては初めて上位室と砲弾室とを別区画とする、いわゆる西側方式のものが採用された。オプロートは T-80UD の純正な発展型であったが、以下の改良点でそれとは異なっていた。車体構成はオーソドックスなもので、操縦室は車体全部に、戦闘室は 中央部に位置し、エンジンとトランスミッションは後部区画に収められた。機関士を兼ねる操縦士は車体中央線上に乗車する。操縦士のためのハッチは開ける際には持ち上げて右方へ回す仕組みになっている。操縦士席前方には3つのペリスコープが備え付けられている。そのうちの中央のものは夜間運転装置としても用いることができる。 操縦士席後方には乗降用ハッチがある。社長は右座席に乗車し、奉仕は左側に乗車する。各々の,の,の席には乗降用ハッチが備え付けられている。オプロートは、それまでのウクライナ製戦車と同様に、砲弾装填のための自動装填装置を装備しているため、西側の多くの戦車で必要とされている装填手は乗車していない。 オプロートにおける最大の特徴となる新型砲塔は上院室と砲弾室とが別区画に分けられた溶接構造のものとされた。それまでのソ連戦車では上院室が弾薬室から隔離されていない方式が一般的であった。この構造によりソ連戦車では砲塔の小型化を実現し被迫権率の低減に成功していた。しかし、その反面、 実戦においてはこの方式の欠点ばかりが目立った。この方式の砲塔を採用していた T-72 では実戦において撃破された際に砲塔下に円形に並べられた砲弾が誘爆、砲塔が吹き飛んで乗員が全滅するケースが多く見られ、ソ連戦車の評判を著しく低下させる事態を招いた。その対策として オプロートでは、砲弾室と上因室とを分離するという西側で、多く見られる方式が取られたのであった。ただし砲弾室に入れられるのは予備弾であり、即応弾は従来通り砲塔下に円形に並べられている点は変わっておらず、根本的な解決にはなっていない。また、オプロートではそれまでの第二世代爆発反応装甲、コンタクト後に変わる、新型装甲行、二次を装備し、 その防御力を向上させた。ニージュは第2世代、もしくは第3世代として知られる、ウクライナ国産の爆発反応装甲で、ロシアで開発されているカークトゥスやデリークトに相当する能力を持つとされる。ニージュでは、従来の爆発反応装甲では対処の難しかった、タンデム弾頭にも対応すべく2層構造を採用しており、 コンタクト後に比べ相談灯付けて高段に対する防御力が1.9倍、整形策薬弾に対する防御力が2.2倍に増加している。また、車体側面の脳樹防護膜でもアップ図に対する防御力が2.8倍に高められている。オプロートは、この新型装甲を車体や砲塔に装着することにより、対戦車戦闘における、 防御力の大幅な向上を実現した。また、この他にも、ハラアントやファントームといったアクティブ防護システムを搭載している。ウクライナ製戦車は、ソ連時代はロシア製の武装を搭載していたが、オプロートでは搭載する手法、機銃ともに国産化されている。オプロートでは、構成部品の全国産化に成功しているが、輸出に際しては、ユーザーの需要に合わせて、 多国製のシステムにも乾燥できるようになっている。手法は従来のウクライナ製戦車と同じ口径の1 2 5ト、mm、ル格好砲が採用された。T-64 未来の伝統として、QM119M レフレークス M 手法、発射型対戦車ミサイルも運用可能である。オプロートは機動力、防御力、火力などあらゆる点において、 効果的な戦闘車両となっている。特に、オプロートの防御力は優れたものとなっている。野戦においては高い機動性を発揮し、また、あらゆる天候下で24時間昼夜を問わず、広範囲での行動が可能である。こうした特徴から、オプロートは卓越した戦略的運用能力を有することは間違いない。オプロートの開発は継続されており、 その最新の派生型では輸出も視野に入れられている。そのため、次のような設計変更が考えられている。まず、機械式のギア装置に変え、自動ギアを使用すること、空調システムの刷新、方針に備え付ける、初速調整用センサーの装備などである。こうした改良により、この派生型はソ連時代以来の T シリーズで最も優れた戦車となると見込まれている。 ユーロサトリに出展されるオブロート1995年に開催されたアイデックス9 5に参加したのが最初の国際デビューであった。その後、1997年と1999年にアラブ首長国連邦のアブダビで開催されたアイデックスに参加。1997年にトルコ共和国のアンカラで開催された i d o 2 0 0 0年に マレーシアのクアラルンプールで開催された DSA の各展示会に参加した。オプロートはトルコ向けの新型主力戦車候補にノミネートされ、2000年には候補となった他国の戦車と共に比較試験に強制られた。その他、1998年にはギリシャで、2000年にはマレーシアで同様の比較試験が行われた。これらの試験では、 唯一オプロートだけがヨーロッパ、アジアなど異なる条件下にあるあらゆる地域で効果的に行動できあらゆる地形と気候に適応して各国の要求を満たすことができるということが明らかにされた。しかし前者はサブラマーク2を中車はレオパルト 2A6EX を後者は PT-91M を採用したため 採用には至らなかったが、2011年に大陸軍が m 4 1 a 3系戦車の後継として約40両の発注を行った。2000年、ウクライナ国防省は KHKBM に対し10両のオプロートの発注を行った。翌年8月24日、独立記念日の軍事パレードでは、部隊配備されたオプロートが他のウクライナ軍車両と共に、 首都キエフの目抜き通り、フレッシュチャートイクを更新した。オプロートの輸出型であるヤタハーンを輸出する試みも行われているが、それも成功していない。オプロートは、オーソドックスな戦車としては、他国のものに全く引けを取らない能力を秘めているが、タイゲリラ戦闘が、もっぱらとなった現代では、必ずしも時代にあったものとは言えなくなってしまった。とはいえ、かつて、 ソ連戦車の大半を製造した、ウクライナの戦車開発技術の象徴としては、オプロートはその役目を立派に果たしていると言える。また、ウクライナは、余力がある限り主力戦車の配備は続けていく、方針であり、2005年には T-64 の近代化改修型である T-64BM ブラートの部隊配備も行っている。一方で、 能力の低い非近代化回収車両は輸出に回す見込みである。ただし、これらのうち一部は輸出に最終ウクライナ国内で近代化回収を施されている。ウクライナ軍は旧式戦車の代替として主力戦車の将来的な増備に意欲を示しており、財政状況が許せば今後オプロートやその発展型のさらなる発注もあるものと見られている。2007年10月には、 ウクライナは2008年末までにオプロートをベースとした新しい戦車を完成させる予定であると発表された。2008年10月1日には新仕様のオプロート M が公開されるとともに、ウクライナ軍1 0両が追加配備されることが発表された。また2016年現在25両のオプロート T が大陸軍で運用されており、200両近くのオプロート、 VT が配備されると噂されていたが、太陽国陸軍による公式声明が一切なく、クリミア危機、ウクライナ東部紛争の影響により生産、納入も遅れており、後に中国北方工業講師が開発した VT-4 を28両導入している。ありがとうございます。